皆様、野球観戦はお好きですか？私は大好きです。こんにちは、2割8分です。生観戦はいいぞ。あの熱気、高揚感、一体感、もう半端ない、最高、おすすめ。さあみんな野球観戦に行こう。とはいえ野球観戦で一体どれだけお金がかかるのかを知っておかないとなかなか足を伸ばしづらいと思います。そこで私2割8分、1回の野球観戦でどれだけお金がかかるのか弾き出してみました。前提条件としては以下の通りです。場所は ZOZO マリンスタジアム、出発は新宿駅。今回はお土産グッズは買わないものとします。この条件で一体どれだけお金がかかるのか、それでは行ってみましょう。どうぞ。新宿から電車で出発。観戦の前にお昼ご飯、ラーメン、食後に缶コーヒーを1本、外野指定席を購入。マリン名物もつ煮込みを食べます。ラッキーセブン用ジェット風船を購入。ビール、ビール、勝利のサワー。晩ご飯を食べていきます。電車に乗って家に帰ります。はい、それでは合計いくらになったでしょうか。ドン、出ました。1回の野球観戦でかかる費用は8670円です。金額の内訳をまとめたものがこちらになります。今回のシミュレーションでは感情の赴くままに財布の紐を緩めました。そのため費用の中でも飲食代に占める割合が大きくなっています。赤字で記した項目が飲食代となっています。その例えばお昼ご飯を自宅で食べてから出発し、飲み物は持参、晩ご飯を自宅でとなれば3000円台での観戦も可能となります。ただですね、球場での飲食、いわゆる球場飯というのは野球観戦の醍醐味の一つでもあるので、観戦の際はぜひビールと料理をお供にどうぞ。しかも ZOZO マリンスタジアムの球場飯は安くて美味しい。特にマリンはもつ煮球場の異名があるほどもつ煮込みが大人気。他にもマリンズが勝利した時のみ販売される白星サワーもおすすめですよ。さあ皆さん、 ZOZO マリンスタジアムに野球観戦に行こう。はい、今回の動画は以上となります。それでは皆様またお会いしましょう。さようなら。